Izanami.ここにあるんじゃないですか、赤ペン。はい。データ愛が、愛チームが勝利して。さあ、行きましょう。1回戦最後の組み合わせとなります。ワンピーガーが、ミハヤジン。ツーピーガーが、サビーザナミとなります。ああ、ガンダッシュしてくる。当てはって逆に今度はイザナミが走ってくる。さあファンネルを飛ばして牽制合戦です。ファンネル打ちながらスーッとね距離を詰めていくんですね。重ねて中段取ってしっかりヒットアグリンから縦解除。しかしスライディングの出がかりか位置入れ替わって、バーデルをうまく飛ばしてくる。よし登りヒット。最後にまた食うだけは見えたけど、あとバグスに引っかかったジャンピー。これは3シード目から定着していく。あっとガーキャン OD にならなかったバースト。さあまだ分かりません。さあ当てだ襲っている感じ。さあ最強シャガビーが飛んできた。あっと下段が普通に当たって位置入れ替わったんですが、しっかりコンボを決めていく。まず一歩を提出したのはイザナミです。さあ中断通してイザナミがコンボを決める。荒木重ねから下段だ。さあ縦張ってガキャンオーディチョコバカとなんとかいなしていくが、しゃがし地上ヒットがうまくつないでいく。それだけ光る。さあキレンツをしっかり直打して 3C で反撃。まず先方先制したのはサニー・イザナミ。さあワンピー側時報は誰が出るかというところですが、なるほど白面ですね。さあ、時報はワタコ白面。対する 2P 側先方はサディ・イザナミとなります。あざっす。さあ行きましょう。時報先鋒戦です。白面対イザナミ。さあこの表裏はちょっと分かりづらいですね。しっかりガードしていきましたが、白面側これは風魔人と一緒に本体もジャンシーで切っていく。宙投げ空コン決めてアーギドルを落とす。6尾。さあこれは椿にバーストになった。ラム 6B から貫いてアジコンに行きます。しっかりコンボ決めるが白面当て身があるんでイザナミ側を面倒くさそうな感じはするが、ここは EA が当たる。広がる。さあ 2D に対して 6B から縦解除のコンボ。さあゆっくり出ないのか。荒垣が普通にヒット。柳は投げる。さあこれはイザナミもね、縦が張っていても無効になってしまいます。一本選手したのは白面。天下の火飛ばして、おおすごい。雫をジャンディで取っておりますが何も受けない。ジャンシー、ジャンリシー、これは 3C で安定していきました。さあノーゲージコンデ、おおすごい。総裁合戦投げ抜けの総裁が激しい。縦張って、ああ見極めが早いですね。縦を無駄に消費しない。8A をジャンティーで取って、これはバーストさあいく。しゃがみがお互いあいつか CA 使っていきます。お互い CA。さあ硬い立ち回りで時間が過ぎていく。ここは仕掛けにいったがジャンプで抜ける。総裁この試合だけ非常に総裁が多いぞ。中段からコンボを決めて、縦張る。さあ当て身読みの投げは抜ける。ここで雫が当たって、さあ逆転になるかというと、あの技つえーといった感じで叩き落とし 1-1 でファイナルラウンド。空投げここで通った。さあいろいろあるですねこのね。で見とるとのモーションで無敵で抜けてくる。ああ 6B カウンター。ここはホタルに繋いでいくが、ここでバスト。ヤシさあ白面も無理しませんで下がりますが、荒波に引っかかる。雫か AD まだ分かりませんが、白面は時間を使う。さあネガペナがついた。これは危ないが白面のゲージは消えませんね、さすがに。さあ長パンガのコンボを切りでアクティブフローに強制的になる。紫だけアギト大丈夫。 OD投げている。 6B 使ってたところに4投げ決めて、さあワタッコ白面が我慢の勝負を制しました。さあ 2P が出るのはこれは裏切りのベル君ですね。ああ唯一混成チームで千葉勢以外はなかなか珍しいですね。みんなが裏切ったの俺じゃないと。そうお前なんか最近裏切られっぱなしじゃないちょっと待っていや東進勢に関してはでも結果オーライなんですよね。それでいいチーム組めたわけですし、いい勝負できたわけですから、さあ千葉勢全員根絶やしにしてやると言わんばかりの勢いで来ましたベルアラクネ。対するは和田っ子白面です。荒くねで白面に行くのはちょっと意外だったんですが、どうなんでしょうか。さあ行きましょう。次鋒戦です。和田っ子白面対ベル荒くね。しゃがみとジャンピー相打ち。ジャンディ引っかかる。さあ消えた。白面飛ぶんでね、これ上空機に結構機能しますよ。割と吸ってました。楽イン、さあ投げていく。さあ妥協していきますが、それでもしっかりダメージ取っていく。ああ受け身じゃんええからね。アギトノーマルヒットだ。さあ気持ち悪い動きしている荒金。キリを白面が吸っていく。雲当てて、さあこれは嫌われる立ち回り。でもこれが荒金なんですね。さあ徹底しております。逃げスタイルでじりじりと。白面機動力はどうしてもないんで霧を吸わざるを得ませんということですね。キャラ体として機能しております。一本選手したのは荒くね。さあ2-2、ここでしびれを切らすとこういうことになってしまう。一発楽インだ。戻してさあこの表裏わかんねえみたいな、ああわかんない、全然わかんないけどとりあえずコンボは続いている。崖鬼 DA はかわして投げもジャン当て身もかわす。吐いて、ああこれ苦しいぞ。これどうすんだこれ。あとこれやっぱ当たるがジャンディは突き合わない。楽印はできないがダイブは取っていった。当てみ、あっとゲージ使ったか。これは 50%。 じゃあジャン A からガチャガチャビームし、見えない。流しあー出たー。あれは上り中断になるのかな、ですね。亀が来た。さあベルアラクネがまず恨みを晴らして1人抜き。さあこれはさすがにこうなりますよね。副将はマイスターのラムダ。まあラムダ狭間ともに荒研としてはやりづらい相手だと思いますが、よりやりづらいのは多分こっちでしょうね。ラムダです。さあベル読み込んでない。ベルの出しか調子悪くないですか。この前、今ちょうどベルが来た時の大会のあれやってるんですけど、毎回このカードは使えませんっていうのが1回は出てましたけど。さあ 1P 側マイスターラムダ、 2P 側ベルアラクネです。さあ行きましょう。副将時報戦ですね。XC がノーマルヒットが 3C が当たる。カウンターはもちろん嫌なんですけど、ノーマルヒットの時も来ますよ。おはっ、立ち B 対重力。さあ重力出ちゃえば強いというか、パンチが強い、あのパンチが。さあシックルは食らって、ここはうまくかわしていきます。バストさあそうだ、ここも一発ランクインがあるんでジャンエー通していく。うんとしかしミスった。探しいだ、冷静に決めていく。さあこうなるとわからんと回転のしようがないんですよ。何が起きるかわかんないから、1入れ替えのなのか、バリがしてるかバリがしてないのか、ガークラからですね、CM しの、まあ、とりあえず見えないということですね。前カウンターからタッチくらいコンをしっかり決めて運んでいく。シングルはガード食らっていきます。スパイクから 4T ガード、ブレイドもガード、さあ位置入れ替えちゃえばワンチャンあるというバンパ狩りにこの楽園一発楽園さえ入れればというところですね。割り切っております。中段打剣鬼、EA は空を切る。さあダイブが当たって、これはヘルルートだ。さあこれは決まるか。 OD からのインパース、最強キャラ